内ももにある内転筋は骨盤の下にある骨盤底筋と連結しており、一緒に鍛えると腹部の引き締め効果が高いと研究報告で分かっています。メリハリのある体を今すぐ手に入れましょう。始めましょう。肩幅の2倍ぐらい足を開いていただいて、内もの筋肉と脇腹の筋肉を伸ばすところから始めましょう。吸い気で右足を曲げて内ももを伸ばして、吐く息で戻っていきます。膝を曲げるときに右の脇腹も一緒に伸ばします。特に凝り固まりやすい内ももをしっかりと伸ばして、この後の筋トレの効果を上げていきましょう。吸う息で体を伸ばして、吐く息で戻っていきます。逆足も行っていきましょう。右手を腰に、吸い気で左手を伸ばしながら脇腹を伸ばして内ももを伸ばして、吐く息で戻っていきます。内ももの筋肉を気持ちよく伸ばしながら脇腹も伸ばしてみてください。気持ちよく息を吸って内ももを伸ばして、体側も伸ばして、吐く息で戻っていきます。足は腰場で手を万歳、左足を後ろに引いて、吐く息で膝をぎゅーっと引き上げていきましょう。下腹の引き締め、お腹全体の引き締めに振るします。吸う息でお腹を伸ばして、吐く息で膝を持ち上げて、背中を丸く繰り返していきましょう。足を後ろに引くことでお腹の筋肉が最大限に伸ばされます。吐いた時に体を丸めて最大限のお腹の筋肉を使っていきましょう。吸う息で体を伸ばして、吐く息で膝を持ち上げて繰り返します。バランスを取りながら行っていきましょう。逆足も行います。足は腰幅のまま手を万歳、右足を後ろに引いて、吐く息で右の膝を持ち上げて繰り返していきます。吸った時にお腹を最大限伸ばし、膝を持ち上げた時に最大限縮めるのがコツです。腹部の力が抜けると体がぐらつきますので、腹部の力をキュッと引き締めたまま行うのがポイントです。膝を持ち上げた時に息を吐き切って、腹横筋の力も使ってみてください。壁を持ちながらお尻の筋肉をストレッチしていきましょう。左右交互に行います。吸う息で膝の上に足首を置いて、吐く息で下ろします。普段座りっぱなしが多いので、お尻の筋肉は凝り固まりやすいです。硬いまま動くと筋トレの効果が半減しますので、このようにダイナミックストレッチでしっかりと動かしておきましょう。立ったまま気軽にできるストレッチです。左右差が特にある場合は硬い方を多めに行ってみてください。吸う息で膝の上に足首を置いて、吐く息で戻ります。足を肩幅の2倍ぐらい開いていただいて、右手は頭の後ろに、左手を伸ばして、吸う息で内ももを伸ばして、吐く息で戻っていきます。
内ももを伸ばしながら体側をしっかりと傾けて使っていきましょう。頭の後ろに手を置いたまま体幹と体側を意識して動いていきます。吸いながら内ももを伸ばして体側を傾けて吐く息で戻っていきます。逆腕も行っていきましょう。息を吸いながら右手をフロアに近づけて吐く息で戻っていきます。吸いながらできる限り右の脇腹も縮めながら内ももを伸ばして吐いて戻っていきましょう。バランスを必要なトレーニングを行っていきます。足を腰幅でスクワットしながらサイドキック、サイドパンチ、吸いながら膝を曲げて吐く息でサイドキックしながらサイドパンチします。上に持ち上げた時にしっかりとピタッと止まるのがポイントです。腹筋の力が抜けると体がぐらつきますので、腹部の力を入れたままゆっくりと行ってみてください。どうしても難しい方はパンチなしで壁を持つところから始めていきましょう。このようなトレーニングを行うことで常にコアのトレーニングを引き締めたままお腹の筋肉を使う習慣が身につきます。腹筋の力が抜けやすい方は特に行ってみてください。足を腰幅の2倍ぐらい開いていただいて、つま先と膝の方向を揃えます。吸いながら膝を曲げて内ももとお尻を伸ばして体をツイスト、吐く息で上に上がっていきます。吸った時に内ももとお尻の筋肉をしっかりと使ってキープをしたまま体をツイストしてみてください。ウエストの引き締め、内ももの引き締めに役立ちます。内ももの筋肉を鍛えることで下腹はへこみやすくなりますので、意識をして行ってみてください。後ろに手を置いて足を腰幅に、吸う息で体を反らせて吐く息で膝を持ち上げていきます。左右交互に膝を持ち上げていきましょう。息を吸って腹直筋を最大限に伸ばして、吐く息で膝を持ち上げて腹直筋をギュッと縮めていきます。体を反らすことで腹直筋を最大限に伸ばして最大限に使うことができます。反らす時に腹筋の力が抜けると腰を痛めますので、腹部の力を入れたまま反らすように注意してください。吸いながら体を反らせて、吐く息で膝を持ち上げて体をギューッと丸めていきます。左足を後ろに引いて右足を前に、右足の膝は90度、吸う息で膝を曲げて体をツイスト、吐く息で戻っていきます。裏ももやお尻の筋肉を使いながら脂肪を燃焼しやすくしながらウエストを引き締めていきましょう。吸う息で膝を曲げて体をツイスト、吐く息で上に上がります。
逆足も行っていきましょう。足を腰幅のまま、右足を後ろに引きます。吐く息で両膝を曲げて体をツイスト、吐く息で上に上がります。この動きもコアの力を抜けるとふくらはぎます。腹部の力を入れたままバランスを保って行ってみてください。吸いながら膝を曲げて、吐く息で上がって繰り返していきます。ふわっとしながら後ろで足の裏と手をタッチしましょう。吸いながら膝を曲げて、吐く息で膝を伸ばしながら足と手をタッチ、繰り返していきます。吸いながら膝を曲げて、吐く息で体をひねりながら手と足をタッチ、繰り返していきます。ワイドスクワットしながらプルダウン、そしてフロアをタッチしていきましょう。ウエストの引き締めに役立ちます。吸いながら足を曲げながら肘も下ろして、吸い続けながらフロアにタッチ、相手を上に上がっていきます。フロアにサイズタッチできない方はできる限り近づけてみてください。吸いながら膝も曲げて、肘も曲げてフロアにタッチ、吐く息で戻っていきます。内ももの筋肉、お尻の筋肉、そして体側をよく使っていきましょう。OK、では最後ストレッチをしていきましょう。右の手首を持っていきます。足は腰幅に直します。吸いながら右の手首を引っ張りながら、右の体側を気持ちよく伸ばします。吐いて緩めます。今度は逆側行きましょう。左の手首を持って気持ちよく体側を伸ばします。吐いて緩めます。最後は両手で背伸びしていきましょう。吸う息で気持ちよく上下に伸びて、使った筋肉をリセット。お疲れ様でした。I just want your time.